こんにちは、しこうです。見ていただきましてありがとうございます。今回はアクリル絵の具で夕日を描きます。一日が終わり、七色の光で挨拶する太陽の光と、そしてそれに応える水面の光を感じていただけたらと思います。アクリル絵の具や水彩で描いた夕日の風景などの絵は、タイトル下の動画の説明欄におすすめ動画としてリンクを貼っておきました。そして私の瓦礫などはチャンネルの説明欄に載せておきました。よろしかったらご覧ください。私の動画が絵を描くときのヒントになればと思います。まず、キャンバスの真ん中より少し右側の太陽の場所に500円玉くらいの大きさに切ったマスキングテープをあらかじめ貼っておきました。その上にたっぷり黄色やオレンジ色を左右から入れていきます。だんだん赤くなってきました。とても綺麗な濃いピンク色に空が染まってきました。こんな光景ありますよね。わーいって嬉しくなりそうな光景ですよね。もうだいぶ夕暮れになって、手前の水辺は濃い青色になってきました。湖の向こう側は夕日が映り、濃いピンク色に染まっています。上空の青い空も半分夜の色を帯びているように感じられます。濃い青を筆を左右に揺らしながら描くことによって、波を表現することができます。湖や空を描き終えましたが、夕日の周りの場所がまだ半乾きになっているので、ここでまた改めて綺麗な赤やピンクや黄色を入れていきます。下地が半乾きの時ですと、色の混じりすぎで困ることがありません。そしてここで雲を入れていきます。コットン球に白をつけて、上半分に半円を描くようにくるくると横にスライドさせながら描いていきます。この方法は下地が半乾きの時にやると軽く下地の色と混ざり、とても自然な感じになります。お試しください。さあ、ここでようやく太陽を出しましょう。そっとマスキングシートの端をカッターで持ち上げてゆっくり剥がします。わあ、白いですね。そこにすかさず前に周りで使っていた色たちを少しずつ入れていきます。少しずつ入れてきました。どうですか、馴染んできたでしょ。乾かした後、マスキングテープを貼った上に、向こう岸を描いていきます。対岸の山も、夕焼けに染まって赤っぽくなっています。水面のマスキングテープを取ります。さて、これから上空の澄んだ青空に星を入れます。歯ブラシに白をつけて指で弾いて飛ばします。とても細かく綺麗に描けますが、同時に周りにもたくさん飛びますので、ティッシュでガードしてください。左側に小さな陸地があります。昼間なら緑や茶色の場所ですが、もう暗くなってしまっているので、黒い色で描きます。木を描いていきます。白
ルエットでしか見えませんが、並んで立っています。木の足元には子供のような小さな草が生えています。ここでたくさんの葉っぱを描いていきます。粗めのスポンジにやはり黒をつけて葉っぱを表現します。スタンプのようにポン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 って押していきます。そのままそのスポンジで海に映った木を下の方に表現していきます。もうすぐ太陽が沈みます。水面に太陽の光が映っていきます。太陽は水面にありったけの光を送りました。ずっと光を送っていた木々にも、太陽側には真っ白い光を送りました。今日の素敵な一日が完成です。楽しんでいただけたでしょうか。何かお気づきの点がありましたら、コメントいただけたら嬉しいです。ご視聴いただきましてありがとうございました。
またのお越しをお待ちしております。